眠れるヴィーナス、ないし、ヴィーナスとキューピッドは、アルテミジア・ジェンティレスキが1625年から1627年にかけてイタリアで制作した絵画。青いベッドカバーとタッセルのついた豪華なクリムゾンと金色の枕の上に横たわって、眠るヴィーナスを描いた作品である。彼女は、太ももと左腕にかかった透明なリンネルの薄い布切れ以外、何も身につけていない。 彼女の息子であるキューピッドは、濃い色合いの孔雀の羽を奥義にして、眠りに落ちようとしている母に風を送っている。キューピッドはビーナスへ、敬愛するような甲骨の表情で視線を送っている。背景には、外に開かれた窓があり、月夜の光景が置かれており、そこにはビーナスに捧げられた神殿が描かれている。ビーナスの顔は、方郷、重いまぶた、高い鼻、 小さく突き出た顎に描かれており、ジェンティレスキー自身の顔の特徴を反映している。体の動きは自然で、ビーナスの右手は軽く右脇腹に置かれ、両足は優美に閉じられている。この作品は、図像学的構成と画家のスタイルによって、写実主義と古典主義を融合させたものである。アルテミジア・ジェンティレスキーのスタイルは、 彼女の父オラツィオ・ジェンティレスキから深く影響されたものであった。アルテミジアは父の工房で父と共に働き、父から学んだ。父オラツィオは当時の習慣を無視し、友人であったアゴスティーノ・タッシュの下に娘を修行に出した。しかし、タッシュはアルテミジアの修行期間を通して彼女に性的暴行を加え続けた。彼女はタッシュを訴え、 有罪の判決が下って、タッシュは追放されたが、ジェンキレスキの評判も大きく傷つけられることとなった。このレイプ被害の経験は、彼女の経歴と美術上のスタイルに大きな影響を与えた。彼女の初期の作品の多くは、ホロフェルネスの首を切るユーディットのように、タッシュとその行いへの怒りを反映したものである。一部の研究者は、 彼女の作品が、レイプとその後他史を訴えた裁判と結びつけられて、解釈されることがしばしばあったことを指摘している。また、アルテミジアも、父、オラツヨも、カラバッジオの信奉者であり、カラバッジオも、その信奉者も、影と光の対象を特徴としたが、父子の作品にもそれが明らかに現れている。ありがとうございます。